の一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。まずはイーグルスの先発滝中が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。さあ、ホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目、ボールになります。インコース空振り、ワンボールツーストライクです。切れていきます。ファウル、打った、伸びていく、どうだ、入れば先制、先制ホームランです。ホークス、イーグルス初回いきなり先制弾を浴びました。イーグルス先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。初球空振りです。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る、ノーアウトランナー一塁です。打席には3番バッター柳田、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース、低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。いい当たり、サードの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。さあ、そして打席には栗原が入っています。さあ、追加点は許したくないところ、序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですね。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。まず変化球で空振りさせました。ここはバッター甘いボールを打ってますよ。打ちました。右中間に強い打球、これはどうか。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。ソフトバンクホークス、右中間へのタイムリーヒット、3対0。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。初球バットが回ります。今度も
外。まあそうですね、どんなバッターでも追い込まれるとスイングも多少なると変わってきますからね。さあ2ストライク追い込みました。3球目は何で来るか。外の低め見極めます。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。まず一つアウトを取りました。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあこのままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。初球は何から入ってくるか。アウトコース、ストライク。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。緩いボール、しっかりと見極めました。さあ仕留められるか。打ちました。この打球はフライになっています。フリス掴んで2アウト。バッターは7番リチャード。イーグルスこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。いやー小宮山さん、やはり先ほどのホームランで乱されましたかね。どうでしょう。まあそういった意味でもこれ以上失点しないで回を終えることですよね。なるほど。さあここはこれ以上失点したくないところ。高めへのストライク。インサイド落ちました。飛びついて掴んだ。アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。しかしこの回ホークス値千金のホームランが出ました。3対0ホークス先制です。1回の裏、これからイーグルスの攻撃が始まります。イーグルスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますホークスはご覧のような守備陣です。ホークスマウンドに上がるのは先発の石川。どう抑え込んでいくのか注目です。バッターは西川。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド見送っています。改めてお聞きしますが、バッターボックスの西川、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はフルスイングで長打を狙っていくバッターですよね。そうですか。ボールになります。低めの球、ストライク。ツーボールツーストライクです。振っていきましたが三振。ワンアウトです。アウトコースボール。外れました。ボールです。ボール先行です。これが3球目。
いいストレートですね。アウトローのストレート、空振りです。ちょっと合わないようです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。切りました、ファウルボールです。次が6球目、際どいコース外れました。スリーボールツーストライク。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスには3番浅村、ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、空振り、スピードボールを持っています。この球は外れています。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。次が4球目、キレがありますね。はい、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。低め、スリーボールツーストライクです。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。追い込まれてからよく選びましたね。そうですよね。初球空振りです。ボールになります。この低いボールは外れます。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。1回終わりました。3対0、ソフトバンクホークスがリードしています。2回に入ります。ホークスの攻撃、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている甲斐。イーグルスビハインドで迎える2回です。インサイド決まっています。いいコースでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。さあ3球目は何か。際どかったですよね。これは低いところに持ってきました。打ちました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。バッターは9番に入っている正子。滝中、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、最初は変化球できました。
緩いボールを持ってきました。ボール先行です。切れました、ファールボール。低めの球ストライク、ツーボールツーストライクです。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。高めのボール、高く上がった、さあどうだ、まんまん中、左中間破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、ホークス1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、4対0イーグルス、なおもピンチです。これが初球、インコース詰まりました、ここはフライになっています。掴んで2アウトです。さあそして打席には柳田が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。インサイド落ちました、この打球はファールグラウンドへ、切れていきます、ファウル、打ちました、この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回ホークス1点を追加しています。4対0ソフトバンクホークスのリード広がっています。2回裏に入ります。追いかけるイーグルスの攻撃、バッターボックスには指名打者の島内。イーグルスビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。アウトロー外れます。次が3球目、いいストレートですね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。際どいですね。よく選びましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール、もろにバッターにボールを当ててしまいました。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。バッターは6番鈴木、デッドボールのランナーが出ています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。ここは強肩のキャッチャーですから走りにくいかもしれませんね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。3球目打ちました、ライトが取りました。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターは岡島、そして塁上には島内。ここは盗塁もいいかもしれませんね。どう動いてくるでしょうか。初球は何で来るか。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。変化球タイミング合いません。これが3球目。赤星さん、
ここは走ってこないんでしょうか。いやまだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね、変化球を投げてきそうなタイミングを待っているのかもしれませんね。なるほど、そうですか。高め空振り、ツーボールツーストライクです。牽制セーフ。ここは大きく1球外して様子を見ています。これでフルカウント、ランナーはどうするでしょうか。インサイド落ちました、ファウルになります。さあ7球目は何か。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックス丸も、ツーアウトランナー1塁です。これはどうだ、一二塁間を破る、イーグルスチャンスになります。ツーアウトランナー二塁一塁。キャッチャー背番号26炭谷銀次郎。まず何を投げてくるか。まず最初のボールを決めていきました。これもアウトコース、変化球が頭にあったのかもしれないですね。なるほど、そうですか。インコース打ちました、いい当たり、切りました、ファールボールです。低め、これは外れた。インコースの変化球見ています。ここはランナー返せません。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。2回終わって4対0、ソフトバンクホークスがリードしています。小宮山さん、大きく失点してしまいましたが、ここからぜひ持ち直してほしいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、もう本当にこれ以上点をやったらもう取り返しはつきませんから、大事になりますね。そうですよね、この後の巻き返しになるんでしょうか。アウトロー見送ってボール、アウトロー空振り、ワンボールツーストライクと追い込みました。低めはボール、切れていきます、ファウル。チェンジアップ外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、一塁そのまま入ってアウト。5番バッターグラシアル、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね、まずはワンアウトを取っています。よく見ましたね。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。
ここは変化球でストライクを取るのが無難でしょうね。高めのボール打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。イーグルス、その差が5点に広がる重い一発を浴びました。イーグルス追加点を許します。5対0。いや、普通はこのカウントから打ってこないんですが、はい。バッターボックスには6番中村。バッタークリス、一塁そのまま入ってアウト。バッターは今日 DH に入っているリチャード。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。低め外れました。ボール先行です。変化球タイミング合いません。インコース外れています。打ちました。痛烈な打球、変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。しかしこの回ホークスソロホームランで追加点を挙げています。5対0。ソフトバンクホークスのリード広がっています。赤星さん、この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。そうですね、まあとにかくなるべく早めに追いついておきたいですよね。さあ、その追いつくということができるんでしょうか。見ていきましょう。ファウルになります。打ちました。痛烈、破りました。センター前、先頭バッター出ました。楽天イーグルス、ノーアウトランナー一塁です。2番バッター山崎、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトロー外れます。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、アウト、ワンアウト。3番バッター浅村、まあいきなり差をつけられましたけど、一つ一つチャンスをものにしていけばまだまだ分かりませんよね。さあ序盤から離された格好ですが、徐々に返していきたいところ。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。2球目は何で来るか。ライト方向を流しました。高く上がった。ライトバックバックバックする、1点返しました。楽天イーグルス、フェンス直撃のタイムリーヒット。5対1。イーグルスなおもチャンスです。まずはボールから入りました。この球は外れました。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。そうですね。低め、これは外れた。3ボールになりました。
インコース低めのストライク。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。これで2点差まで詰め寄りました。バッターは今日 DH に入っている島内。先ほどの打席はデッドボールでした。イーグルスホームランで得点を挙げています。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね、ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。変化球が低めに外れます。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょう。打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。6番バッター鈴木、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球打ち、ここはフライになっています。ガルセス掴んでスリーアウトです。しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。3回終了5対3、イーグルスが追い上げています。4回の表ホークスの攻撃、打席には8番バッター甲斐。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。イーグルスビハインドで迎える4回です。これが2球目、インサイド落ちました。切れていきます。ファウル、ライト方向を流しました。これはどうだ。一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。一塁牽制、一塁はセーフ。送ります。住谷アウト、ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター今宮、イーグルス送りバントで進塁。初球打っていった、これは大きいぞ。打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球する、センター前ヒット。これで3打数3安打の猛打賞。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。ここはできれば三振を。タッチもセーフ。際どい球、わずかに外れています。アウトコース、これは見送ってボールです。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。なるほど、そうですか。まあここはストライクからボールになるフォークで空振りを取りたいですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。中継にボールが送られる。ホークス追加点を挙げました。6対3になりました。イーグルスさらに二塁一塁のピンチが続きます。3番ライト柳田。
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球打ち、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ここもファウルです。これもファウル。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか？できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。内へズバッと投げ込んできました。次はカッターを今のコースに投げれば打ち損じを誘えますよ。なるほど。外れてフォアボール。これでワンアウト満塁。ピンチを迎えます。悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。はい、まずはボールから入りました。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ワンボールツーストライク。まあ、次はボールゾーンに外れていくフォークで空振りを狙いたいですね。ああそうですか。打球はスタンドに入ります。誘っていきましたが外れました。外の低め見極めます。満塁でフルカウントとなりました。変化球打った。左に切れてファウル。外の球打った。抑えた。そのまま二塁に入ってアウト。ダブルプレー、チェンジです。しかしこの回ホークス1点を追加しています。6対3、ソフトバンクホークスのリード広がっています。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。岡島がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。イーグルスビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね。まあこの辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね。そうですね。よく見極めましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。切れていきます。ファウル。打ちました。流しました。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。打順は8番丸も。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。ボールになります。ボール先行です。インコース空振りです。150キロ。落ちるボール、空振りになります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。次が5球目。低めボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。
インコース詰まりました。この打球はフライになっています。グラシアルが掴んで2アウト。バッターボックスは9番住谷。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。2アウトになっています。変化球わずかに外れました。ボールになります。引っ張った。サードゴロ。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。反撃したい楽天でしたがここは三者凡退に終わっています。4回終わって6対3ソフトバンクホークスがリードしています。これから5回ホークスの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。ブセニッツが2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。いやちょっとヒヤッとしましたね。まあ変わったピッチャーの初球は狙われてますから要注意ですよ。そうですね。次が2球目。ノーボール2ストライク。低めに外れてボール。バッターここはゾーンを広げて対応してきますからボール気味でいいですね。はい。打ちました。いい当たりだ。レフトが追いかける。ぐんぐん打球入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。イーグルスその差を4点に広げられる重い一発となりました。イーグルス追加点を許します。7対3クリーンナップに一発を浴びてしまいました。その際4点大きくリードされました。6番ファースト中村。引っ張った。一二塁間を破る。中村これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。初球は何から入ってくるか。大きな打球になった。レフト下がっていく下がっていく。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番甲斐。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。さあまず1球目。初球空振りです。見送っています。打ちました。ライト下がっていく下がっていく。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。外の低め見極めます。153キロ。
ライト方向を流しました。詰まりながらもライトへ。セカンドランナータッチアップ。打順はトップに帰って今宮。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトランナー三塁です。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。引っ張ったレフトに大きな打球。この当たりはどうか。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ホークス1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。10対3。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。いいところへ決めてきます。ストライクです。見送ってボール。152キロ。アウトコース、これは見送ってボールです。打ちました。セカンド取った。ツーアウトになりました。バッターボックスは3番柳田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー3塁です。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。しかしこの回ホークス2本のホームランで追加点を挙げています。10対3。ソフトバンクホークスのリード広がっています。小宮山さん、一方的な展開で負けている時というのはベンチとしてはどんなことを考えているんですか。どうですかね。もうこの試合はもういいと、次の試合のことをもう考え始めてるかもしれないですよね。あ、そうですか。打ちました。抜けていきます。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。2番バッター山崎、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。いいまっすぐですね。はい、アウトコース空振り、ストライク。あっという間に2ストライクです。この球は外れています。4球目は何で来るか。打ちました。取った。2塁を送ります。セカンドホース。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。バッターボックス浅村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。センターが取りました。ツーアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。外に逃げていくボール、よく見ています。ボール先行です。アウトコース見送ってストライクです。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。
5球目は何で来るか。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。5回終わって10対3、ホークス大量リードしています。これから6回ホークスの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。西口がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。ホークスの攻撃は4番レフト、これが1球目。レフト栗原、空振り。インコースボール。ワンボールツーストライクです。三遊間、鈴木取って、これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。5番サードグラシアル、インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファウルボールです。この球は外れています。まっすぐで空振りを取ります。ワンボールツーストライク。見送っています。ボール。これが5球目。弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは6番中村。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかね。高めのボール、これはどうか。2塁アウト。1塁はセーフ。ゲッツーは取れません。バッターボックスには指名打者のリチャード。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきました。ピッチャーライナーです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。10対3、ホークス大量リードしています。6回の裏、追いかけるイーグルスの攻撃。バッターは DH 島内。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。イーグルス点差が離された6回の攻撃です。打ちました。ガルセス掴んでワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。打ちました。打球は切れてスタンド。切りました。ファールボールです。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。三振になります。打席には7番バッター岡島。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。ツーアウトランナーありません。これが2球目。ボールになります。ボール先行です。
まあここは狙い球を絞ってそれが来たらフルスイングですね。なるほど、そうですか。際どかったですよね。打ちました。ストレートに詰まって最後はピッチャーライナーに倒れています。これで3アウト。7回の表ホークスの攻撃、8番バッター甲斐。さっきツーベースを放っていますからね、ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。イーグルス厳しい展開で終盤7回を迎えています。さあ2球目は何か。誘ったんですけど振ってきませんでしたね。高めの釣り球でしたが振りません、外れています。さあ3球目は何か。外低めのボール、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには9番マサゴ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。西口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インコース決めてきた。切れてますね。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。打順は1番に帰ります。バッター今宮、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ツーアウトランナーありません。高め外れました。ボール先行です。打ち上げました。浅いフライ。この打球はフライになっています。3球目打っていきましたが最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。残りの回を考えるとそろそろ打線には奮起してもらいたいですよね。そうですね、あとまだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところですよね。そうですね、まずは目の前の1点取っておきたいところです。低めの変化球は決まりません。3球目、この低いボールは外れます。
変化球できました。2ボール2ストライクです。さあ5球目は何か。打ち上げた。これは浅いフライ。ここは打ち上げています。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。9番バッター住谷、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたようです。まあ球威が落ち始めてますから、しっかり狙っていきたいですよね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。これは低いところに持ってきました。インコース変化球決まりません。打ちました。このフライは切れそうだ。これは三塁側のスタンドに入ります。ボールになります。フルカウントです。6球目は何で来るか。打った。内野を抜けていきます。住谷、今日の初ヒットがここで出ました。ホークスピッチャーが変わります。打順はトップに帰って西川。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトロー外れます。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。バッターライトへ打球伸びる。ライト掴んで2アウト。バッターボックスは2番山崎。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。2球目打ちました。1塁送球します。1塁アウトで3アウトチェンジです。ゲームは8回に入ります。ホークスの攻撃、バッターボックスガルセス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。イーグルス厳しい展開で8回を迎えました。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライクです。ボールになります。低めの変化球は外れました。打ち上げました。これは大きい。伸びていく。ここはフライになっています。変化球を打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターは3番柳田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。西口、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルです。ワンストライクです。打ちました。取りました。アウト。スーパープレーが飛び出しました。バッターボックス栗原。先ほどの打席は内野安打でした。2アウトランナーありません。空振りです。三遊間、山崎取って、これで3安打猛打賞。2アウトランナー。初球ボール。次が2球目。低めの際どいところですが外れています。ボール先行です。低め見送りました。ストライクです。変化球、これは胸元へ。2ボール2ストライクです。インサイド落ちました。強い打球。変化球空振り。3アウトチェンジ。8回の裏に入りました。楽天イーグルス、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは浅村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。イーグルス点差が離されて8回の攻撃を迎えます。
赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあ当然そうなんですが、点差もありますから、どう効率よく点を取っていくかも考えたいですよね。残された攻撃はあとわずか、抜けていきます。これでマルチヒット、ノーアウト。これが初球、初球ボール。2球目は何で来るか、空振りになります。高め外れました。これが4球目、ボールになります。アウトコース空振りです。3ボール2ストライク、三振です。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の島内、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー1塁、初球打ち、ここはフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックス鈴木、今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。2アウトになっています。3球目は何で来るか、切れました、ファールボール。流しました、これはどうだ、三塁線破っていった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう鈴木、これが今日の初ヒット。2アウト二塁一塁、いいコースですが外れています。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。外高め、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。チェンジアップを見極めます。フルカウントになります。空振り三振、チャンスに打てず三振です。3アウトチェンジ。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。初球打ち切りました、ファールボールです。内への変化球は決まりません。際どいコースには投げ込んでいます。高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。次が5球目、打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。弾き返した打球はライトへ。現在のピッチャーの状態、バッターは DH リチャード、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。インサイド外れます。空振り、高め打ちました、このフライ切りました、ファールボールです。打ちました、またファウル。緩いボールで来ました。インコース打ちました、いい当たり、センターに抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは8番甲斐、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インハイ空振り、
これが3球目。3球目打ちました。これはどうか、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは9番マサゴ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。ストライクです。ノーボールツーストライク。アウトロー見送ってボール。これはスタート、切れました。ファールボール。インロー見送っています。振っていきましたが三振。スリーアウトチェン。赤星さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか？とにかくランナーを貯めることですよね。そうですね。その展開作ることができるんでしょうか。変化球タイミング合いません。インコースボール。5球目は何で来るか。切れました。ファールボールです。見逃し三振。ワンアウト。バッターボックス炭谷。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。つもりまずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。切れました。ファールボール。よく見極めましたね。はい。インコースわずかに外れてボール。これが5球目。釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。空振り三振。ツーアウトになる。打順は1番に帰ります。バッター西川。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。このツーアウトの場面から意地を見せるんでしょうか。まあ月並みですけど、諦めたらそこで終わりですから、最後まで食らいついてってほしいですよね。はい。さあ意地を見せたい。さあ5球目は何か。打ちました。レフトに上がった。この打球はフライになっています。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。